東さん、なんかこう、竜兵さんとの思い出とかもありますか？竜ちゃん、俺、竜兵さんに嫉妬してました。あ、そう、例えば、ウルトラクイズで、逆バンジーがあったんですよ、で、発射台に竜兵さんと、あの、ウド君が対決するんですよ。同時に、ボーンって行ったんですよ。そしたら、全部着てる服、バーって脱げて、すっぽんぽん、バーンって行って、ブラブラ、空中で、裸で、その瞬間、大爆笑ですよ。もう嫉妬した、嫉妬しましたよ。やりたかった上島さんと。ああ、そりゃそうだよね、うん、洋服脱いだりその一番いいゲームに出るっていうのは、そのそれを取るっていうのは本当にあの野球のオールスター戦みたいなもんで、選ばれないと無理なのよあれ。大谷ですね。大谷です。大谷と本当にあの向こうのトラウトがあれしたりもみたいなもんで、